はい、それでは行きましょう。2022年夏の売り出しです。今回は6月30日木曜日のお昼の12時にメルカリに出します。私のメルカリページは概要欄のリンクから飛んでください。あらかじめメルカリのフォローをしておいていただくと、商品が出品された時に通知が行くようなので、ぜひ事前にフォローをしておいてください。そして毎度のお願いですが、動画の後半にお取引のお願いをお伝えしますので、ご購入ご検討の方は必ずそちらもご覧になり、了承いただいた上でのお取引とさせていただきたいので、よろしくお願いします。はい、それでは早速ですが、最初の3株のご紹介です。1株目、こちらはピンクキャルロットです。こちらは、つい先日公開になった最後のお花を切りますという動画で咲いていたお花ですね。ちょっとあの動画の中ではお花にシミが入ってしまっていましたけれども、非常に綺麗な上品なお花を咲かせてくれる子です。大きさはだいたい板の大きさが20センチ ×10 センチぐらいですね。葉っぱの数はそんなに多くないですけれども、非常に元気で健康な子です。先日花を切ったばかりなので、まだちょっと動きは悪いですけれども、少しずつ、根っこの成長点も見え始めてきています。粘りも十分で元気な子です。今回もですね、出品するすべての株に、私が作ったタグをお付けしていますので、ちょっとねこのタグが壁にかけた時にですね、突っかえちゃったりすることもあるかもしれないんですけど、まあ、このタグは肉なり焼くなり、届きましたらね、皆さんの方で好きにしてもらえたらいいと思います。はい、続いてこちらも先ほどの177番とほとんど同じ大きさですね。こちらもピンクキャルロットです。どちらかというとですね、こちらの178番の方が根っこの張りはいいですね。お花を切ったのも早かったので、もう十分に根っこの成長点がたくさん出てきています。この根っこの成長点ですね、傷をつけますと成長の止まってしまうものもあるんですけれども、どうしてもですね、輸送中、あと梱包作業中にですね、傷をつけてしまうことが、あります。その点はどうかご了承ください。こちらも葉っぱ4枚ですが、新しい葉っぱが出てきました。とっても元気な子です。177番は、まだ手ぐすが巻いてありますけれども、178番はですね、もうすべて、手ぐすなどは外して完全にフリーの状態、株の活着力だけでくっついている状態です。はい、次こちら179番ですね。キャラク春風です。ほとんどのものが板につけてから半年以上のものでお出ししているんですが、実はこちらのキャラク春風、今年の春に板付けをしました。4月頃ですね。なのでまだ3ヶ月弱なんですけれども、非常に状態がいいんですよ。もうすでに、根っこも何本か活着をしておりまして、新しい葉も出て、とてもいいので、ちょっと板につけてから出品までの期間は短いんですけれども、とはいえこの株もですね、去年の夏にお花屋さんからレスキューをして、ずっと鉢植えで、我が家で養生していた株なので、状態は保証します。とっても元気な子です。板につけてからまだ日が浅いので糸はたくさんついていますけれども、今後、成長に従って糸は取り外していただいても大丈夫です。はい、では続いて2株の紹介をします。売り出しの時の紹介動画ね、ちょっと長くなってしまいがちなので、いつにもなく、早口で頑張っております。最後まで見てください。はい、この子が180番です。この子はですね、お花の名前が買った時についていなかったので、濃いピンクということで書いてありますが、こちらもつい先日花茎を切った動画の中で咲いていた子なので、よかったらそちらで雰囲気も確認いただけるといいんですけれども、このサイズの
胡蝶蘭、私ほとんどお出ししませんので、すごく小さな可愛いのが欲しかったという方はですね、逃さず買っていただけたらなと思うんですが、板はだいたい20センチぐらいですね。横幅は7センチ。板の大きさ自体はさっきのミディ3株とほとんど変わらないんですけれどね、その上に乗っている株がとってもちっちゃいです。で、この株ね、横向きにつけてるんですよ。これが板の正面。ちょっとね、変わった風についてるでしょう。これはね、気まぐれでやってみたんですけど、この子の相対の雰囲気ですね、葉っぱの感じとかとすごく今マッチしてて、めっちゃいい感じです。根っこの張りもコンパクトながら結構いい感じにいってますね。根っこの成長点出てます。葉っぱも新芽出てます。これはちょっと板がね、細かったので、板の裏に下駄履かせてないんですけれども、まあ、その点、ご了承ください。はい、続いてこちら、181番ですね。ファレノプシスクイーンビーです。こちらも、つい先日の動画で、咲いているところ、花を切ったところ、動画に残してますので、ぜひお花の雰囲気見てください。満天光ですね。昨年出した根っこ観察の動画で、ちょっとね、根っこの雰囲気が他の胡蝶蘭とちょっと違う雰囲気でっていうね、比較して観察するのがとっても面白いという紹介をしていた満天光なんですけれどもね、お花も花弁の形がちょっと変わってて、さすがに人気の品種だなと思います。株はめちゃくちゃ充実してます。ちょっと根っこの伸びるのが遅い品種なので、まだ水苔が露出している部分多いので、テグスは結構多めにまだ巻いた状態ではありますが、背面の方はね、結構根っこが回ってくれています。葉っぱも固く、状態のとってもいい満天光です。はい、次の2株です。この2株は大輪の白花です。まずこちら182番です。こちらはですね、大輪の白花なんですが、ちょっとね、小さめの板につけてあるんですよ。なので大輪の白花の、ボリューム感、存在感、そして強健さが欲しいけれども、大きすぎないものがいいという方には最高の一品なんですけれども、この根っこの量ね、これはちょっと許してください。この板のね、何倍かな、この根っこの量。これはテグスや麻紐などもうゼロですね。完全に活着をしています。入手した時に、出始めていた葉っぱがこれなんですけれども、ちょっとその時、植え替えの時にね、しばらくこの子成長がフリーズしていまして、その時の名残で異様に小さい葉っぱがここに一つありますけれども、上に大きな葉っぱが今展開中ですので、この子がしっかり伸びきってくれれば、違和感は消えると思います。はい、続いてこちらは182番に比べれば少し大きな板につけた大輪の白花です。こちらはですね、根っこの張り下側は十分なんですけれども、上側に活着している根っこが少ないんですよ。なので、この株元がですね、ちょっとまだ不安定で、これ結束バンドなんですよ。ちょっとね、白なので目立っちゃうんですけど、今季新しい根っこが、出始めてますので、上側の活着力が強まって、この株元が支えられるようになったら、外しても大丈夫です。で、ここ全体的にはもうテグス麻紐もありません。ただ少しね、水苔が露出している面積がありますので、もし管理していただく中、水やりなんかをする時にですね、ちょっともし水苔が崩れてきそうであれば、また補強で糸など回していただくといいと思いますが、今のところはこのまま固まっています。すごい成長が、根っこから生命力がすごいビシバシ伝わってきて、すごくいいお花です。大輪の白花、胡蝶蘭の中では最近地味っぽいキャラクターですけれども、とてもおすすめです。はい、では早くも今回販売する胡蝶蘭最後の2株になりました。こちらの2株は
分けありの株としてご了承いただきたい2点です。まずこちらピンクキャルロットですけれども、去年の夏にですね葉焼けをさせてしまいまして、ちょっとまだ痛々しい箇所が、あらわになっています。その上からですね新しい葉っぱが覆ってくれればそんなにパッと見気にならなくなるとは思うんですけれども、分けありということにさせていただきます。葉っぱは傷がありますが、根っこはですね非常に、よく伸びてまして、この子は水苔の形、まん丸にちょっと持ってみたタイプの子で、これもねすごく表情的には可愛いんですよ。なんで日焼けさせてしまったのかっていうね、根っこもいいし成長もいいしお花も可愛いです。日焼けの葉っぱの傷跡だけご了承いただける方にお願いします。はい、次こちらですが185番、中輪の白花なんですが、リップの中が非常に色が濃くてですね、全体的に白っぽいアマビリスとは全く真逆の感じの白花という感じです。でこちらもですね実は去年葉焼けをさせてしまいまして、ここがねまだ火傷の跡が残っていますし、ちょっとこっちの葉っぱの先端もちょっとただれた感じが残っているんですね。こちらも新しい葉っぱが出てくれば隠してくれてそんなに気にならなくはなるとは思うんですけれども、ちょっと傷物ということで分けありとさせていただきます。こちらも根っこはですね結構いい感じに活着をしていますので、安心して管理していただけるところまで十分に育っています。はい、最後の2株のご紹介でした。次は今回出品する板の紹介です。今回は板付けの胡蝶蘭の他に着生板を多数出品します。時期的には皆さんすでに植え替えはお済みだと思いますけれども、もし今後板につける予定があるという方は前もって買っておいて、時期が来たらすぐにつけれるという風にしておいていただくといいと思います。まずは、いわゆるこの板ですけれども、今回サイズを3種類用意しました。表面はすべて焼き加工がしてあります。バーナーで炙って、その後たわしでこすって大まかなすすは落としてありますが、触ると少し新しいうちはまだすすがつくと思いますので、お洋服なんかは気をつけてください。この板の裏はですねすべてこのパーツ、下駄を履かせていますので、かけた時に壁に擦れてすすがついて汚れるということはないので、それはご安心ください。そしてすべてこのワイヤーの取っ手付きですね。でこのワイヤーの取っ手ですけれども、私が手作業でつけてますので、ちょこっとずつ取っ手の長さが違ったり、ワイヤーにペンチの跡が残っていたりということで、手作り感をね、感じていただけるかと思いますが、そこに目をつぶってくださる方お願いします。板のサイズですけれども、この左からSML ということで今回は出品をさせていただきます。 S と M はだいたいミニとかミディの胡蝶蘭、それからデンドロや小型のカトレアなんか付けられると思います。今回出品するピンクキャルロットがまあこんな感じなので、だいたい S が似たような大きさですね。で M だとそれより少し縦に長いという感じです。 L のサイズですと、大輪の胡蝶蘭、あとは小型のビカクシダなんかも付けられます。もちろんこの全面使ってデンドロ、カトレアなんかも付けていただくことができます。で今回使っている素材としては、 S がこの合板なんですけれども、 M と L に関してはいわゆる杉板ですので、濡れと乾きを繰り返すとひびが入ることがもしかしたらあるかもしれませんけれども、上から下までひびが入って割れるということはよほどありません。まあ高いところから落とすとか強い衝撃を与えれば割れることはもちろんあると思いますけれども、多少ひびが入ることは素材の性質上あるかもしれませんけれども、まあよほど着生の状態に関しては影響がないと思います。着生の板に関してはそれぞれ梱包の仕方、発送の仕方によって送料が変わってきますので、それぞれメルカリの出品ページで各値段送料もしっかり確認した上でご購入いただけたらと思います。よろしくお願いします。
それからこの板の出品ページですけれども、オーダー専用ページとさせていただきますので、この出品ページのコメントにですね、必要枚数のコメントをください。でその後専用ページをお作りしますので、その専用ページからご購入いただくということで、お願いしたいと思います。はい、次はコルクです。コルクはですね、大きさ3種類ご用意しました。一応 SML ということで3サイズ用意をしています。まあ、S ですと、マイクロコチョウラン、ミニコチョウランとか、あとこういったデンドロですねとかカトレアなんかが付けれるサイズになっています。で、こちら M ですね、大きさはですね一回りしか違わないんですけれども、ちょっと厚みがあったりとか、一応区別をさせていただきました。用途はだいたい S と同じですね。 あとこの小さいコルクはですね、チランジアもいいと思いますよ。結構ね雰囲気が出ていいと思います。ちょっともうこれ番号振っちゃってこのまま持ってきたんでごめんなさい。それぞれ素材の雰囲気とか表面の感じはね、それぞれで全く個性が違いますので、必ず商品ページでですね、それぞれの写真をよくご覧になられてお買い求めいただきたいと思います。はい、続いて L ですね。 L は長さがですね、だいたい30センチ近くあるものを選んでいます。多少横もあり長さもありということで、こちらには大型のコチョウランもつけることができます。で隣にあるのは、私のシレリアナさんですね。まあ、シレリアナさんはかなり小さいんですけれども、もっと大きなものもつけても大丈夫です。でこのコルク、すべてフックを手作りでお付けしています。このワイヤーを通す穴の開け方もそれぞれの素材によって違う方法を取っているものもありますが、基本的にこのフックの部分はこの U 字のフック、似たような感じでついています。送るときはですね、コンパクトにするためにこの本体に沿わせた形でお送りしますけれども、力を加えると形の変えられるアルミのワイヤーを使っていますので、こう横側に曲げてどこかに引っ掛けるということもできます。お好みに合わせて使っていただけるようになってます。はい、あと今回はバークも出します。5月にカトレアをつけた時に使っていたこのバークと、同じものになります。まあ、同じものといってもね、それぞれ先ほどのコルクといって全く形が違いますので、そこご注意ください。バークは大きさ2種類で出します。まず S の方ですが、 S ちょっとこれね全然見えないね。 S はですね結構小さいものもあります。超小型のカトレアとかチランジアなんかがいいと思います。で L の方はですね、だいぶ大きいんですけれども、バークの素材がですね、このミルフィーユ状になっていまして、非常に脆いんですね。なので総体が重くなるものにも向かないですし、あと濡れているのが好きな植物を濡れっぱなしにするために、このバーク自体もずっと濡れさせていると多分すぐね腐ってボロボロになってしまいがちなので、割と乾いている状態が好きで、かつ相対自身が軽いものをつけるのがいいと思います。まさしくカトレアとかですね、チランジアなんかはこのバークチップいいんじゃないかなと思います。今回 L で用意したものなんか結構大きさがあるのでね、大きさだけ見たらコチョウランもどれかつけれそうと思うかもしれないんですけども、そういった素材の性質がありますので、そこは十分ご留意ください。はい、以上で出品の商品の紹介は終了です。ここからお取引のお願いをさせていただきます。出品ページでは送料込みのお値段で表示をしていますけれども、まとめてご購入いただいた場合にはその送料分をお値引きできるものも中にはありますので、その際はですね、ご購入前に、コメントなどで、お知らせくださいますと対応させていただきます。ただし、ご購入に関してはコメントなどのやり取りの途中でもとにかく購入ボタンを押した人に権利がありますので、そこは早い者勝ちというメルカリルールにのっとった上でよろしくお願いします。発送に関して、発送は
翌週7月4日の月曜日から順次とさせていただきます。発送元こちらは愛知県です。ヤマト運輸で発送いたします。匿名配送のみの対応です。日本のほとんどの場所に翌日にお届けすることができます。発送日の指定は賜りますけれども、到着時間の指定は賜っておりません。時間の指定は、皆様黒猫メンバーズにご登録いただき、ご自身で行っていただきますようにお願いをしております。また植物をご購入の場合には、必ず受け取りのご予定を確認してからの発送といたします。万が一購入者様が数日不在というところへ送ってしまって、植物がですね、数日間ヤマトさんで、ステイとなるとかわいそうですのでね、必ずそちらの問い合わせにはリアクションいただきますようにお願いします。今回はこの胡蝶蘭関係のものに先立って、ビカクシダもまとめて出品をいたします。ビカクシダもまとめ買い購入対象になりますので、よかったらそちらも合わせてご検討いただけると嬉しいです。今回出品期間はですね、だいたい1週間を予定しております。その中で、買い手が見つからなかった場合には、出品の取り下げをさせていただきます。着生剤なんかはね、私自分でも使いたいんで、すいませんがよろしくお願いします。はい、ということで6月30日木曜日12時販売開始です。いつも動画をくまなくチェックしていただいている視聴者さんにご縁ができますように、販売の告知は直前で、販売期間は短く設定をしております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。